南オーストラリア州は、オーストラリア中央南部に位置する州である。南オーストラリア州の州とは、最大都市であるアデレード。大陸の最も乾燥した地域の一部を占めており、面積は983,482平方キロメートルで、オーストラリアの州を呼び、順州の中では4番目に大きい。南オーストラリア州は、本土のすべての州と、 北部準州に隣接している。西に、西オーストラリア州、北に、北部準州、北東に、クイーンズランド州、東に、ニューサウスウェールズ州、南東に、ビクトリア州があり、南は大オーストラリア湾やインド洋である。人口は、オーストラリア国内の8%弱に当たる160万人以上で、国内の州及び準州では5番目に多い。人口の大多数は、 州都のアデレードと南東海岸部やマレー川に沿った肥沃な地域に住む。オーストラリアの州では珍しく、もともと流刑地ではなくイギリスの自由入植地として計画された。1836年12月28日、当時のジョン・ヒンドマーシュ総督によって古いゴムの木で公式に設立が宣言された。 奈良某平原武道農園、奈良港と近郊離島のタスマニア州を除き、オーストラリア本土の多州すべてと接する。南は南平用に面子気候は温帯性である。州都のアデレードに、州人口の大半が集中する。同州の標準時 CST はアトくプラス9時間30分で、ある。夏時間、CDT イコールアトくプラス10時間30分の、 開始は10月の第1日曜日早朝、終了は翌年4月の第1日曜日早朝である。切り替え時の数時間を除いてメルボルンやシドニーからは常に30分遅れることになる。南オーストラリア州の歴史も参照。1831年、南オーストラリア会社が設立され入植者に土地が売却された。この点、 流刑植民地として始まった他州とは違いがある。1901年、オーストラリア連邦成立に伴い州となった。南オーストラリア州の都市一覧も参照。州の人口の大部分はアデレード大都市圏に住んでいる。南オーストラリア州の都市、町、道路も州内の鉄道は、ビクトリア州と同じ後期で整備されたが、大陸横断鉄道だけは、 標準期に改め期されている。アデレード都市圏の一部路線は、伏線、電化されている。アデレード大学、ありがとうございます。